銀貨。銀貨とは、銀を素材として作られた貨幣を言う。古来、金貨、銅貨と共に、世界各地で流通した。銀本位成果では、銀貨は、本位貨幣として、自由鋳造、自由誘拐が認められた、無制限放課であった。その代表的なものに、アメリカの、香港の1ドル銀貨、フランスのゴフラン銀貨、メキシコの8レアル銀貨などがある。日本でも、 明治時代には諸外国との貿易決済用に一円銀貨が発行されていた。現在でもフランス語では金銭を指して銀、アルジャン、アラザンといい南米スペイン語圏の口語でも金というニュアンスで銀、プラタ、プラタという日本語でも銀行、ロギンなどの語で銀に金銭の意味を持たせている。 現代社会において、銀貨はもはや流通用のものではなく、ほとんどが収集家向けに特殊な仕上げ、プルーフ加工をしたり、ケースに入れたりして販売されている。また、一部に地金型の銀貨も存在する。日本では、臨時通貨法施行後も1966年に至るまで銀貨が発行されていた。平成期からは、1000円5000円の記念銀貨が、 収集家向けに発行され、2005年には初めての記念500円銀貨も発行された。銀貨の日に、純度は、古より様々であり、日本では明治時代の50銭から5銭の補助通貨が80%、1円と貿易銀の本位銀貨が90%であった。また戦後発行された100円銀貨は60%であった。外国には、オランダの1グルデン銀貨。 1917年まで、品位94.5%などの高品位銀貨が存在したが、一般的に、本位銀貨は 90%SV900 を使用するウスが多く、コインシルバーと呼ぶ。また、英国の銀貨は、伝統的に 92.5%SV925 の品位で作られており、これを、スターリングシルバーと呼ぶ。なお、イエス・キリストの使徒の一人が、 銀貨30枚でイエスを異教徒に売り渡したことからキリスト教文化圏において裏切りを表すセクとして銀貨30枚を受け取るという表現が用いられることがある白く輝く銀は天然に少量でその美しさは人を魅了するため古くから装飾品などに使われ価値の高い金属であった氷量貨幣としての銀貨は古くエジプト文明の頃に砲が現れ 古代ギリシャローマ文明では金貨に次いで高額な貨幣として鋳造された。実際のところ、金は貨幣として流通させるには希少に過ぎたため、銀が実質的な貨幣として重きをなし、広範な文明圏で流通した。通貨単位であるドル、ポンド、リーブルなど、元はいずれも銀貨について用いられた故障である。さらに金と銀の交換比率、 金銀比価を政府が定めることで、金銀副本位制が成立し、銀貨は金貨と並ぶ本位貨幣としての地位を築いた。一方で金生に至り、銀山の新規採掘が相次ぎ、金銀比価が低下の一途をたどるようになると、国内に大量の銀を保有するフランスや中国の抵抗、さらにアメリカ合衆国では、通貨供給量の増大を望む中部農民。 西部の銀行府、南部出身者らが、金銀副本位制度の維持を主張した、が通らず、19世紀末には主要国は、金銀副本位制度を放棄して金本位制への移行を行った。ここにおいて、本位貨幣としての銀貨はその役目を終え、どうかと同じく補助貨幣としての銀貨が成立する。金本位制では、金の絶対量が少量であるため、 経済規模の拡大に対し対応できないとして、強行発生を懸念する声があり、さらにそれが現実のものとなったため、20世紀初頭には、希少金属を貨幣価値の裏付けとする、本位貨幣制度はその歴史に幕を閉じた。20世紀に入り工業用銀需要の高まりなどで、銀貨が上昇すると、銀貨は、ニッケル、白銅などへの素材変更を余儀なくされ、今に至っている。 円形の銀製線下を銀をというが、日本では、アスカ時代に、無紋銀銭と呼ばれる貨幣の形態をした銀次金が貨幣の代わりに流通したと言われており、日本最古の通貨と言われている和道開鎮銅線よりも先に銀銭が発行されている。これ以降250年の間に、律令国家は12種類の銅銭と2種の銀銭と1種の金銭を発行した。 また、文献資料に記載はない銀線編もさっきの金線と、共に見つかっている。日本書期には683年、天武12年の御事のりとして、今より、以後、必ず銅線を用いよ。銀線を用いることなかれと記録されており、ここでいう銅線とは、不本線を指しているという説がある。また百十一年、和道四年には、和道開鎮の内銀線が廃止され、 銅線のみが通用力を持つとされた。しかしこの金令はあまり効力を持たなかったようで、721年、養老5年には銀線1枚が銅線25枚、銀1両が銅線100枚に相当するとの見事の売りが発布されている。銀線の禁止理由としては、銅線に比べて1枚あたりの発行利益が大きい、ために市中線が横行したことや、 政府が大陸との取引のために用いられる銀を回収したかったこと、当時は津島以外の銀産出地がなかったため、そもそも銀の絶対量が少なく小額決済には不向きであったことなどが挙げられる。従来から無門銀銭など、協量貨幣として用いられていた銀と異なり、銅線はその価値基準を定める経験に乏しく、価格設定は政府のシーンによるものとなった。 711年和道4年には銅戦一分で国六章とされたが、729年天平一年米一国が銀一両1100分となっており、銅戦の価値は1、3に下落している。760年天平法治4年には太平元法という銀戦が発行されたと言われるが、これは流通目的ではなく銅戦の価値を上げるためのものと言われ、 さらに異物も現存しない。江戸時代に長銀、豆板銀といった氷涼銀貨が主に西日本から北陸、東北で流通した。これは戦国時代から江戸時代初期にかけて配付木銀に国印を打った両国貨幣が小取引に盛んに使用されたこと名残りである。だが南梁に主銀の発行以後、定位貨幣である額面表記銀貨への移行が進み、江戸時代後期には 五門目銀、一分銀、一種銀など、額面表記銀貨も発行された。表量銀貨の長銀、豆板銀、および定量銀貨の五門目銀は銀、門目といった銀目立ての銀貨であるのに対し、何両二種銀、一分銀、一種銀といった銀貨は、銀貨の単位で用いられたものである。これらの江戸時代の銀貨は、銀線の発達したものではなく、全く別系統のものである。 中国では、民の光部定期成化で、金銀貨幣の使用が禁止され、1375年には、通貨は大名宝商という紙幣に切り替えられ、額面一貫分が、銀一両イコール米一国に相当するとされたが、英落三角の頃には、戦費年出のために乱発され大きく、価値を下落させた。秋代中期以降は、協量貨幣としての銀、馬定銀が主要な通貨となっていく。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。